これはうまいな。くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。鹿児島のもう一回もう一回いこう。サラちゃん見てる黒星です。鹿児島のみんな見てるって言おうと思ったんだけどダメだった。チャラです。はい、今回も最悪の、始まりになってしまいました。見てんじゃねえよ。、今回はですね、チョモちゃんがですね、熊本でライブがあるはずだったじゃないですか。そうコロナのせいで中止になっちゃいましたけども、もううちの嫁が熊本出身で、俺と1年に1回ぐらいは熊本に行ってたりしたんですけど、なんと、はい、熊本熊本で、あのちょもちゃんに1個勧めた料理があって、スーパー平井っていうお弁当屋さん、ちくわサラダっていうのがあって、ちくびサラダちくびサラダなら俺がいただきたい。もうね、これ熊本駅降りたらもう駅でも売ってますから。へぇ、あの地方発送とか一切してないので。マジか、はい、うちでちょっと再現してみようと思って、すげ、一応レシピを調べて一から全部作ってみました。なんで板長、板長、それを食べてもらってめっちゃ嬉しい。令和一嬉しい。で、今回はこちらを、調理して食べてもらいたいと思います。それでは、レディゴが、バカうまそう。熊本のスーパー平井の、ちくわサラダを再現しました。スーパー平井と同じようにプレーンのタイプと、それにチーズをかけたタイプ2種類作ってみました。よくいっぱいプレーンの方から、はい、いただきます。いただきます。結構なボリュームなんです。優勝。うまっ、めちゃくちゃうまい。こんな感じ、はちゃめちゃにうまい。なんこれ。県外には出したくないかな、やっぱね、門外不出でいきたいかな。うわ、うまい。それプレーンですか。うん、チーズもいってみたいと思います。絶対美味しいよ、これ。優勝。チーズ感じる？感じる、全然感じる。うまっ。いや、これはね、どっちが上とかじゃないね、どっちも美味しい。大体でも熊本行くと、これとプラスラーメンとかお蕎麦だったり、関東でもやれば売れるのに。これちくわってそんな食わなくない？ね、で、こういうね、ちょっと大きいちくわも、東京だとあんまりなくて、2、3人もあります。あ、そう。うん。まあ、ちっちゃいのに詰めてあげてもうまいだろうね。でもなんか、この感じが、いいな。はい、くるぶし、完成しましょう。おいしかった。ごちそうさまでした。いやー、素晴らしい。いや、めっちゃうまいわ。こら、みんな熊本行こう。うまかった、マジで。一応再現っていう感じでやりましたけど、もうほぼこれ。いやー、これは食いたなるわ。多分でも他の県で見たことないもん。ないない、このマジで見た。一応ね、作り方も、動画内に入れておきましたんで、ぜひ、作ってみて、Go to travel気分でね、熊本行った気分になって、熊本限定ですけど、熊本。あのうどん屋さんとかにこう取るやつで置いてるとしてね。欲しいわ。富士蕎麦すぐに参入しろこれ。はい、今回はですね、熊本のスーパー平井で売られてるちくわサラダを、
東京で再現して共に食べてもらった、うまかった。ぜひみんなも、作ってみてください。今日はありがとうございました。はい、どっちですか。離れないでよ、いつもいつでも君を探してる。少々お待ちを。ちょんちゃんだいぶ慣れたんじゃないの。